平氏をも上国の上、覇氏階層などもただいまのごとき次第にて、もったいなくも朝廷を要し立てまつり、正義を拒み、終戦尽力の道を愛遮り候ときは、ついに決戦に及び候ほか、これなしとのこと。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は薩長同盟についてお話ししていきます。幕末の転換点としてよく知られている薩長同盟ですが、これまでの動画を見てきた皆さんならわかるでしょう。薩摩藩と長州藩は犬猿の仲、そう簡単に同盟を結ぶことができる間柄ではありません。そんな2つの藩がなぜ手を結べたのか、その経緯を今回の動画で確認していきましょう。それではまず最初に、これまでの長州藩と薩摩藩の関係を振り返っておきましょう。尊王攘夷運動のトップを走っていた長州藩は、京都の政治を指導する存在でしたが、8月18日の政変によって薩摩藩から京都を追われました。その後、勢力回復を図った長州藩は、三家老と呼ばれる過激派たちが京都へと進軍し、禁門の変を起こしますが、これまた薩摩藩に追い払われ、勢力回復はできませんでした。おまけに、この戦いによって長州藩は朝敵の烙印を押されてしまったのです。さて、ここで問題になるのが、今お話しした朝敵の烙印です。長州藩の三家老と呼ばれる人たちが京都へと進軍し、御所に向かって発砲したことが長州藩が朝敵扱いをされる理由でした。これに怒った朝廷は幕府に長州征討を命令、長州藩は三家老を斬首して謝罪することで、この話に決着をつけています。しかし、三家老を斬首した後も長州藩は朝敵扱いされたままだったのです。長州藩としては三家老斬首で決着がついたはずなのに、未だに朝敵扱いされるということを不満に思っています。こうして長州藩の課題は、これ以降朝敵の烙印を取り除いて権力を回復することになっていったのでした。さて、そんな長州藩はこの頃には、日本の統一のためには幕府を倒すしかないと考えるようになっています。なので、表では反省しているように見せかけて、裏では戦いに備えていました。しかし、この時の長州藩には問題がありました。武器が不足していたのです。というのも、この時の長州は朝敵扱いのままなので、横浜や長崎などの港には立ち入れません。つまり、正規ルートで武器を手に入れることができないのです。正規ルートを使えないとなると、裏ルートを使うしかありません。なので、高杉晋作は裏ルートとして下関を開こうとしました。いわゆる密輸ルートです。しかし、この計画は外国側が拒否、中止に追い込まれます。長州の武器不足は解決できなかったのです。一方、この時の京都では、薩摩藩の西郷隆盛と大久保利通が夕藩の実力者たちを京都に招集し、その合議で長州藩の処分を決定しようとする構想を掲げていました。これに危機感を持ったのが一階層政権です。もしも夕藩の合議が実現してしまうと、夕藩の発言力がさらに強まってしまい、幕府権力が消滅する結果になるだろうと考えました。こうして一階層政権はこれに対抗するために将軍の上洛を要請したのです。要するに、一階層政権は将軍を京都に呼び寄せて、夕藩連合に対抗しようと考えたのでした。こうして幕府は長州征討を再度行うと宣言、将軍家茂が上洛し、大阪城に入り本営を構えます。しかし、これに対する世間の反応は厳しいものでした。多くの人々は長州藩の方を持ったのです。なぜかというと、前回の長州征討は長州藩の三家老が御所に向かって発砲したから、長州を朝敵と認定し、朝敵を倒すという論理で行われました。しかし、三家老を斬首したことで、すでに問題は解決されています。それなのに、長州は朝敵扱いをされ続けている状況だったので、多くの人々はむしろ長州を許さない朝廷や幕府の方がおかしいのではないかと考えたのです。第二次長州征討はこのような雰囲気の中で行われたので、幕府が集合をかけた諸藩の軍勢の中にも全然乗り気じゃない人がたくさんいました。幕府軍の士気は低かったのです。このような状況で登場するのが、坂本龍馬と中岡慎太郎です。坂本龍馬と中岡慎太郎というのは、どちらも土佐藩の脱藩浪士です。彼らの考えは、薩摩や長州のような夕藩が手を結ぶ以外に道はないというものでした。なぜかというと、
もしも今回計画されている長州征討で長州藩が幕府によって潰されてしまったら、幕府の力が強まってしまいます。そうなると次に狙われる可能性が高いのは幕府にとって脅威となる薩摩藩です。つまり薩摩藩にとっても長州が倒されることは困ったことになる。長州が倒される前に薩摩と長州が手を組んで幕府に対抗していくしか道はない、そのように考えたのでした。こうして坂本龍馬と中岡慎太郎は薩摩と長州の仲介に奔走するようになっていきました。坂本龍馬の仲介により薩摩藩がイギリスから購入した軍艦や小銃を長州に流すといった形で、長州藩は軍備を増強していくようになるのです。このように薩摩藩と長州藩は少しずつ接近していきます。そんな時緊急事態が発生します。イギリス、フランス、オランダ、アメリカの連合艦隊が兵庫にやってきたのです。彼らの目的は条約勅許と兵庫の開港。将軍が機内に滞在しているこの機会に外交に関する話に決着をつけようと考えて兵庫の港に現れたのです。機内の海域に外国の軍艦が現れたことに朝廷は慌て大混乱に陥ります。突然の出来事だったので長州征討は一時的に棚上げ、連合艦隊への対応に集中していきます。この対応で政治力を遺憾なく発揮したのが一橋慶喜でした。さてここで一つ思い出してほしいことがあります。幕末の外交問題の根本的な原因は孔明天皇が極度の外国嫌いだったということです。幕府としては開国は仕方がないと考えているのですが、朝廷つまり孔明天皇が鎖国方針を主張し続けていたので外交問題はこじれていました。この幕府と朝廷の間に立ち問題を解決したのが一階層政権、特に一橋慶喜だったのです。幕府側としてはこの段階で鎖国なんてありえない、朝廷は何も分かっていない、朝廷が何と言おうと幕府の権限で開国する、朝廷が文句を言ってきたら家茂が将軍を辞職すればいいという強硬な手段で開国を主張、連合艦隊の要請を承諾しました。しかしこれに慌てたのが一橋慶喜です。長く京都にいた一階層政権は中央の情勢が以前とは違うことを理解しており、今朝廷を無視したら大変なことになるということが分かっていたのです。天皇の許可を得なければ尊王攘夷派が暴れると言って幕府の独断による開国を取り消し、連合艦隊と交渉してなんとか回答の延期を許可してもらい、慶喜は朝廷の説得に乗り出します。将軍家茂が将軍職を辞職すると言い出す一幕もありましたが、慶喜はなんとかそれも抑え込み、孔明天皇率いる朝廷を徹夜で説得していきます。その努力が実り、一橋慶喜はついに開国に対する天皇の承認、つまり勅許を得ることに成功するのです。これは大きな出来事でした。ペリー来航以来ずっと続いていた孔明天皇の反外国方針をついに覆すことに成功したのです。一橋慶喜の類まれな政治力が発揮された瞬間でしょう。こうして長いこと続いていた一億調印問題がやっと解決し、長らく停滞していた外交問題は一歩前に進みました。とはいえこの段階では以前結んだ条約を許可しただけです。兵庫の開港については勅許を与えていませんでした。しかも欧米列強はこの機会に賠償金の支払いと兵庫開港を延期してやる、その代わりに税率を下げてくれと言って、ほぼ 20% だった輸入関税が 5% に改められました。こうして日本は関税について不利な条件を認めさせられたのです。この不利な関税と兵庫開港問題に関してはこの後も大きな問題となっていきます。さて話を戻しましょう。長州藩の処分をどうするかという話でしたね。幕府が連合艦隊に気を取られている間にも長州藩は軍備を拡張し続けていましたので、いい時間稼ぎになっていました。それ以降も長州藩は口では処分決定を待ちますと言って時間を稼ぎ、裏では軍備を拡張し続けていきました。この情勢の中で長州藩の桂小五郎改め木戸孝允が京都の薩摩藩邸を訪れることになります。相対するのは薩摩藩の西郷隆盛、長州と薩摩の大物が膝を突き合わせてこれからの日本について話し合ったのです。こうして結ばれたのが薩長同盟です。長州藩の目指すところは幕府を倒し天皇中心の国家を作ること、そのためには薩摩と長州が手を取り合わなければならない、
そう考えての同盟でした。しかしそう簡単に同盟は結べません。西郷は一旦徴収処分を受け入れるべきだ。そうすれば毛利家父子の官位も復旧され、政界復帰も公認される。そうなってから改めて長州の冤罪も晴れるように尽力したいと主張。対する木戸孝允は、処分は三家老斬首などですでに完了している、これ以上の処分は絶対に受け入れられないと主張。議論は平行線をたどるようになり、いつまでたっても肝心の同盟の話はどちらも切り出しませんでした。薩摩からすれば、長州藩は第二次長州政党を控えて厳しいはず、向こうからお願いさせようと考えていたでしょうし、長州からすればこちらから頭を下げると格下とみなされると考えていたのでしょう。この話に決着をつけたのが、遅れて京都に入ってきた坂本龍馬です。どちらも具体的な話を切り出さなかったので、しびれを切らした木戸孝允が帰国を考えていたところ、龍馬が京都に到着、長州と薩摩を仲介し同盟締結に至ります。さて、肝心の薩長同盟の内容ですが、これは同盟というよりは約束に近いです。実際に内容を見てみましょう。薩長同盟では6つの取り決めがされています。まず1つ目が、第二次長州政党が始まったら薩摩藩は2000ほどの兵を上洛させ、京都にいる兵と共に大阪に配備するという取り決め。2つ目が、第二次長州政党で長州側が勝ちそうになったら、薩摩藩は長州藩の政治的復権を朝廷側に働きかけるという取り決め。3つ目が、第二次長州政党で長州側が負けそうになったら、薩摩藩は長州藩のためにいくつかの手立てを講じるという取り決め。4つ目が、第二次長州政党が始まらなかったら、薩摩藩は長州藩の冤罪を朝廷に認めてもらうように尽力するという取り決めです。ここまで見たらわかるように、1から4つ目は第二次長州政党での薩摩藩の動きに対する約束でした。それでは残りの2つですが、5つ目が、薩摩藩が兵を関西に連れてきた上で、一階層政権が朝廷を抱え込んで、薩摩藩が長州藩を許してやってほしいという働きかけを朝廷にするのを遮るときは薩摩藩も戦う。6つ目が、長州藩の冤罪が晴れたら薩摩藩と長州藩は協力して日本のために力を尽くす、勝っても負けても誠心誠意力を尽くすというものになっています。この内容からもわかるかと思いますが、長州としては朝敵の烙印を除きたいと思っていたのです。こうして長州藩は薩摩藩と同盟を結び、幕府に対抗していく準備を整えます。幕末の政局は終盤戦へと向かっていくのでした。さて、いかがだったでしょうか。このようにして長州と薩摩が裏で手を組みました。徐々に倒幕が近づいてきましたね。とはいえ幕府も威信をかけた戦いです。本気で長州を潰しにかかります。ということで、次の動画では第二次長州政党についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。